ベルマン砲白が太后と共に他国に出かけることになり、その期間中グラムブレイズには休暇が出されることになった。買い物に行こうと盛り上がる女性陣に辟易した男性一同は、新兵の実戦朝練も兼ねて帝都近郊で開催される武闘大会に参加することになった。傭兵の妙を競うという得意な大会である。果たしてガーロットたちは勝ち残ることができるのか。正直言うと僕は残りたかったよ。女の子たちと買い物したかったし。まあそう言うなよ、どうせ荷物持たされるだけだぜ。それにさ、面白そうじゃないか。俺たちの実力を示すいい機会だ。団長の言う通りです。勝ち残ればグラムブレイズの名も高まるでしょう。ましてやここはソルティエ邸のお膝元、帝都フレアベルマです。勝者にもたらされる聖望はより大きなものでしょう。ふむふむ、上位者には賞金も出るんだな。僕はもっとみんなと親睦を深めたかったんだよね。みんなじゃなくて女の子とだろ。いやいやいや、うん、賞金を高めに設定したせいか人の集まりはいいな。陛下、今回の大会の人は一体ザイヤの連中がどれほどの力を持っているのか見ておきたくてな。こいつらは兵として使えるのか、あるいは帝国に刃を向けたら危惧すべき戦力なのか。もし有能な人材がいたら登用もあり得るな。有用な奴がいればの話だな。なるほど。ん？あの赤髪、どこかで見た覚えがあるな。ベルマン砲白の紙幣どもでございます。確かグラム・ブレイズと名乗っていたかと。グラム・ブレイズ、イカれる炎だ。そろそろ開始の時間でございます。大会は勝ち抜きのトーナメント方式で執り行う。難しいことは考えなくてもいい。舞台を引き、対戦相手を次々と打ち負かせばいいだけだ。倒すのは相手の体調だけでいい。体調だけを狙うのも戦術だ。ではこれより試合を始める。第一試合、ガーロット部隊、前に出ろ。お、いきなり俺たちの出番か。対するはインザーギ傭兵部隊。相手かよ。インザーギじゃないか。小銭欲しさに大会に出たのか。お前もそうじゃないのか。きっと給金少ないんだろう。肩慣らしにはちょうどいい相手だ。行くぜ。しかしお前らも暇だな、こんな大会に出るなんて。だが悪いな、優勝するのはこの俺だってこと。
体に直接教えてやるぜ。嘘だろ、おい。ヘマ踏んじまったか。だあ、ちくしょう、また負けかよ。ガーロット部隊楽勝だな。もっと手強いやつはいないのか。待て、勝手に退場するな。大会の超過密スケジュールによりお前たちは連戦なのだ。何、トーナメントじゃなかったのか。お前らの相手はシードなんだよ。次の対戦相手は皇帝親衛隊長の何？え？
俺が申し込んでおいたんだ。お前の力も久しぶりに見てみたい。行ってこい、ラピス。はあ、ご命令とあらば。さて、どう出るかな、バカ神。あいつには一度会っている。本気で来るのか。私の剣は陛下を守るためだけに存在しているというのに。倒れるわけには。
私が負けた。侮りがあったのは認めよう。しかしグラム・ブレイズ、以前よりも力をつけているようだ。ラピス、もういいぞ、戻れ。はっ、申し訳ありません。勝者、ガーロット部隊。さすがは親衛隊長だな。危なかったぜ。よし、残すはあと一試合だ。ガーロット部隊、前に出ろ。何？俺たちは3連戦じゃねえか。そんなのありかよ。お前たちが長々と戦っていたために、他の試合はすでに終わったのだ。では、決勝戦を開始する。対戦相手は、バルドス将軍。将軍？なんだかすげえ大会だぜ。正規軍頼む我々が、このようなふざけた試合で全力を出せるか。せっかくここまで来たんだ、優勝しないとな。切り込むぜ。これでどうだ。俺たちの勝ちだな。散り際も潔くありたいものだ。小高し、あなた方の負けです。行け！
忘れはしない。よくありたいものだ。その戦い見届けたぞ。破れたか。なかなかの連打だ。褒めてやろう、赤髪の小僧よ。手を抜いてやがったな。なんだか釈然としないぞ。バルデス将軍が敗れるとは。優勝はガーロット部隊。過去も未来も手に取るように。まさか優勝しちゃうとはね。何言ってんだ。出るからには優勝を目指さないでどうする。負けるよりはよほどいい。さすがですね、団長。これでグラムブレイズの聖望はますます上がることでしょう。
その件なんだけど、君さ、大会参加を申請した時、ガーロット部隊って書いたよね。大会中、グラムブレイズの名前一度も出てなかったよ。あ、これだよ、計画倒れってやつ。では団長の名前だけが有名になったわけですか。しまった、どうしよう。もうどうしようもないことなんだけどね。